にちは、いつもありがとうございます。ワルソネコのコペです。どうもお世話になります。ワルソネコのタックスです。リーメントの開封久しぶりになるんですけど、これ発売されたんが、こちらワンダーランドティーパーティー、不思議な国のティーパーティーなんですけど、はい、2023年3月27日発売ということで、もう4月ギリギリのとこバタバタしとった頃やからね。そうですね、まあそんな感じで他の荷物と一緒になんかこう届けてもらって、うん、でそれで今になったんですけど、はいはい、もうでもこれ箱絵ちょっと見よったら、はい、またこれ全部組み立てたらこれができるということで。そうですね、だからティーパーティーの背景セットというか、はいはいはい、そういうのがいろんなところに大人買い特典というか ね、この箱ごと買った特典としてついてきますので、はい、内容的には中何が入ってんのこれ。そうですね、この8つになりますね。ほうほう、まあ、なんかどれが当たってもやけど、うん、このテーブルだけのはちょっと、あ、でもこのポットついてもええよね。そうですね、テーブルだけじゃないっていうところですね、はいはいはい、なるほど。この辺のなんか椅子があったりとか、はい、うん、あとはティーセットですね、もうそのテーブルの上に並ぶものが多いっていう感じではあります。確かにテーブルの上に全部置いてるもんな、はい、ちょっと気になったんやけど、このテーブルあるやん、はい、こっちのテーブルとこっちのテーブル、はい、これなんか透明テーブルというか。そうやね、そういえばじゃあこの中にこれが入ってるいうこと。え、じゃあこの四角って、うん、あのでもプラスチックやろ、これもプラやろ。そうやね、うん、え、なんか2個重ねるみたいになってんの、カバー的な感じ。へえ、これちょっと気になるよな。まあこれは開けてみたら分かるんでしょうね。まあ、でもこれ価格的に990円で全部買ったら7920円、結構いくよね。はい、まあ、ちょっとまあ開けて全部今、まあ、一応大人買いなんでこれも開けたら全部揃うということで、はい、何もここから早送りで、はい、そうですね、もう一気にやっていきましょう。はい、今開けてみましょうか。はい、はい、これ指でペリペリやっぱ怖いね、うん、よいしょっと、はい、はいはいはい、開けていきますか。はい、ああ、これが入ったんやね。これ床芝生やけん。あ、そっか、あ、だって絨毯もこれ端があるけん。あ、そうやね、うん、あ、でもなんかアリスとあれやね、あ、案外こっち猫か思ったらやっぱりウサギか。やっぱりウサギですね。背景でトランプがいろいろあってっていうとかね、うん、これちゃんとスリット入れてくれてんね。お、置き場所決まってんの、さっきのこのこういう背景セットとか、のここにのりしろとか入ってるからそこに刺すんやろね。で、まあ、中身こんな感じで、はいはい、まあ、お高いんですね。まあね、全部買ってたらね、はいはい、でまあ、4つずつぐらいパッと取ってから、はいはい、よしよし、初めに本じゃカット入れていく、はいはい、テープ止めやもんね。あ、今回ね、うん、よしよし、箱マットなんやね。うん、いつもなんかツヤツヤとか多なかった。ああ、そうやね、ちょっと、はい、いい、よいしょ、いい、この辺が、いい、いい、よいしょ、はい、よっと、はい、切れてない、切れた、はい、うん、はい、じゃあまあ開けていきましょう。これでまあ、いきましょう。まあ何が出るかわからへんけんな。まあ、よいしょ、海苔じゃないのはありがたいね。うんうん、昔はね、テーブルやね、そっちは、あ、小さな猫かわいい、はいはいはい、悪い顔いい、なるほど、うん、これはあのさっき表で言ってたそのテーブルがやっぱり中にあの透明のが入った感じでこれ、ね、重なってるんやね。うん、はいはい、だけ、じゃあ箱よけて、紙が、あ、そっかそっか、紙が、あ、それ、はい、あれやね、マッドハッターの帽子あれやね、この輪っかのところ取れるんやったんやね。え、輪っかって、あのこの、あ、帽子の中に入れるの、あのリボンというか、あ、え、でもこれであれや、ここにあれや、あの、あ、トランプ、あ、カード、あの招待状、なんだこれ、普段やったら値札よね。あ、でもタグ、うん、タグってなっとるけ、うん、一応タグなんや。なるほど、次こっちは、あ、紅茶の缶のシール可愛いですね。ほー、あとはなんか額があってということは、こっち側に絵が入ってるパターン。ほー、うん、これはあれ、はいはい、何これ、あ、箱みたいなんが、え、なんなん、箱みたいな、あ、おしゃべりな、あ、カップケーキを入れるのこれ、え、なんか瓶がいっぱいあるけど、え、だってなんか箱ついてるで、宝箱、あ、ほんまや、何入れるの、小瓶に、あ、小瓶のラベルがついてるんだ、透明の宝箱、うん、いいね、何やろ、あ、ドリンク、あの赤と青の、ドリンクミーのやつやね、はい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 、うん、そういうことね、アリスモチーフの中では有名なやつです、うん、あ、もう一つのテーブル来ましたよ、あ、こっちはウサギちゃんですね、こうやね、そうやね、こう、それともこう、まあ普通はそうかな、あ、でもこれ真ん中で合うんじゃん、こう走りないもん、あ、そっかそっか、うん、だけど、まあこれはこうやね、うん、あ、あのケーキ柄のティーポットとか、はいはい、面白いね、これどれだと、砂時計入ってるね、砂時計は何本あってもいいですからね、うん、逆にやっぱ砂時計だけあの5、6本並べられるじゃん、うん、というかもう多分ね、あのこの前の天文学者の時もついてたし、はい、
多分一つ前のあの黒猫どうか、はい、あれの時もついてたんですよ。これはケーキのド定番ですね。スタンドが、おー、フラミンゴや、うん、うさぎちゃん来ましたよ。うさぎちゃん、ほらほらほら、かわいいかわいい、片眼鏡のうさぎちゃん。え、じゃあこれ最後なんなん、赤い、はいはい、なんやろ、椅子、あ、出てなかった、うん、多分クイーンの椅子が予定通り。おお、この塗り分け大変よ。まあまあまあ、マスクがあると言うても、マスクでパパパッと、うん、まあ予定通りの、まあ、ケーキのこれね、うんうん、これやっぱめんどくさいよな、ね、これ欲しい人おるんじゃん、このケーキの。確かに、これまたなんか、うん、な、悪いことしてこれをそのまま量産して売る方も世の中には、ね、いや、それ一発でバレるから、うん、今どき、でもそれがおるんよな、世の中。いや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 、まあ、そんな感じで8種類ですね。全部ありました、かぶりなしです。まあ一応画面の中にも全部入ってるか、これで一応見えるか、はい、うん、じゃあもうこれでヘアセットの方に行っていう感じですかね。いつもだったらこれでわーっと開けて並べてるんやけど、うん、あれ結局ちっちゃくて見えへんから、うん、もうちゃんと見えるようにしていきます。お部屋の方に行きましょうか。はい、お願いします。お願いします。では一つずつ見ていきましょう、はい、まず1番せっかちなウサギを追いかけてのセットになるんですけど、確かにウサギもね追っかけてますわ。うん、この片眼鏡のうさぎがすごい印象に残るんですけど、はいはい、ティーセットの方がまずカップがこのハート型なんですね。ちょっとなんかプルプル揺れてるけど、これ振動がちょっとあるんで、ね、でこの中のお茶も外せます。え、これ今度は中身空っぽの状態できるんや。はい、できます。もう今回ついてくるお茶全部外せるようになっています。え、じゃああの何、ジャム、あ、ジャム、これマーマレードジャムやったんですけど、え、あれもほんじゃ蓋開くん、蓋開きます。開くんや、蓋ちゃんと別体で入ってます、はいはいはい、でラベルは自分で貼るようにシールが入っています。シールね、うん、はい、でこ の, あのカップのソーサーの方が時計の柄入ってるんですね。3時になってます ね, ね。でまたスプーンもついてたりとか、はいはい、まさにまあこのティータイムの分で、しかも時計うさぎ、あ、でも時計持ってないな。あ、そういえばそうですね、モノクロの方が印象に残りますよね。どうしてもね、このうさぎが服着てたら時計うさぎやって言うてしまうんですけど、でもなんかこのアクリルスタンドもハード型になっとったり、うん、そのこの何を人形にスタンドついとんって珍しくない。あ、今まで案外なかったよな。だいたい置いて終わりのものが多いんですけど、そう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 、ちょうどやっぱり跳ねてる感じのポーズになってますから、あとこのウサギ、あの作り込み半端ないよな、塗装に関して。そうですよね、結構塗り分け手間かかってますし、あの耳のぼかしとかもね、そうすごい綺麗にやってますし、あとはもう開いた状態であの1ページ浮いてる状態の本があったりとか、こういうのって小道具ですごく重宝すると思います。やっぱあれって食品サンプルの、あの何、宙に浮いとるスプーンぐらいからこういうの出てきだしたよな。あー、確かに確かに、あれの影響力でかいな、大きいと思います、うん、あと今回紙小物なんですけど、これねコペがちょっと切ったんやけど、はい、なんか横で見よってもこれめちゃくちゃやな思いよったんや。そう、あのね、切り取って遊んでねのシリーズは、うん、いつもはだいたい直線なんですよ、はい、今回ねレースペーパーがねすごい手間かかった。手間や ね, ね、あれも何を切り取って遊んでないけど、切り取って切れてたもんな、ちょっと何これめんどくさいとか言ってこれね、カッターあまり得意でない人やったら積むかもしれんって思いながらやりましたね。何、あの先曲がりのハサミとかペーパークラフト用の細いのあるやん、切り絵用の、うん、あれやったら楽かな。そうですね、あと今回全部通じてなんですけど、トランプが必ずついてます、はい、え、これだったらトランプが2枚ついてます。2枚ついてます、はいはいはい、最大3枚、少ないやつだったら1枚ついてる状態になります。これも全部切り離して角丸にするのちょっと面倒いので、角をなんかまっすぐ落としてあげたらそれっぽくなるかなと思います。 あ、ね、あとはしおりがついてますね。あ、2枚ついてるの、あれお花の、そうですね、押し花っぽい感じの柄が入ってて、はいはい、それで本に使えるいう感じですね、うん、本とか結構根をいけそうやね。あ、そうですね、本はねサイズ問わずにいろいろいけますからね、うん、次は2番ですね、はい、おしゃべりなカップケーキということで、ということはメインがカップケーキなのかなと思うんですけど、こうやって見たら目を引くのはやっぱり透明の宝箱と、あんなもん出てきてた、アリスの中、うんうん、なんか覚えがないんよ。宝箱のイメージってちょっと薄いんですけど、ね、どっちかというとこのドリンクミーの札がついている瓶が2つついてるっていうのが、これはね、まあ、大きくなる分と小さくなる分の、うん、ありますね、うん、このラベルもシールがついてますから自分で貼っていくことになりますね、はいはいはい、でこれあのカップケーキとかは宝箱の中に収められるの。あ、それも可能でしょうね、ね、
このカップケーキね、ピンクの方はいいんですけど、緑の方ちょっと安定悪くて、はい、ゴロンゴロンするんですよ。そうなんこれ、うん、あの置いてるそばから、特に今回ね、このお皿がペーパークラフトの方なんですね、はい、あこれね、あの何、あの2枚あるやん、お皿ピンクと、はい、なんて言うてんかな、ターコイズというか、うん、グリーンというか、うん、あれもともと平面の分を自分で組み立てるんやけど、はい、まずセロテープは貼ったとこ見えるから無理やん、うん、それからこれノリでやってるんやけど、はい、あのくっつくまで押さえとかなあかんっていう。そうだから、あの洗濯バサミのギザギザについてないやつでか押さえまくって、 あの T シャツ用のやつね。そう、それをやったんですけど、結局なんかこうどっかが浮くようになって、はいはい、でカップケーキ置いたら転ぶんですね。転ぶね。なんかこれってうまいこと作るの大変やろなと思ったのと、うん、あともう一つペーパークラフトについてるのはティーバッグですね。これはなんか表裏結構柄しっかりしているので面白いです。これもトランプが1枚か、これは1枚ですね、うん、あのちょうどカップケーキの柄のがついています。はいはいはい、あとは宝箱に鍵がついてるんですけど、ね、ちゃんと鍵穴に入ります。あでも鍵がかかるわけではないか。ではない。はあ、もうあの刺さってからなんか中でひねってしまったら抜けないよとかなったりするので気をつけてあげてください。次は3番ですね、はい、コバルトブルーのバタフライピーということで、はあ、バタフライピーって何なん？あのこの青いお茶なんですね。ああこれね、はいはいはい、それ聞いたら分かるわ、うん、あのレモン入れたら紫になるあれですよ。あるあるある、売ってる売ってる、うん、それの紅茶缶、紅茶、まあお茶の缶がついてて、あの紫のやつね、はい、これもなんかこの紫のラベルは自分でシールで貼るようになってます。あ、まあ、でもこれシールやったらまだ楽やん。はい、でそのお茶を取るためのドザールですね、あのスプーン、はいはい、横についてて、ね、で缶はちゃんと蓋があってっていう感じなんですけど、うん、このお茶、はい、中にちゃんと茶葉が入ってて、ありますね。で茶葉もあのメインとそのドザール上に乗せる用途でか2段階入ってます。だからすごく凝ってるなっていう。なくしそうなアイテム今回多いよね。このろうそく台あるやん、はい、こいつもろうそくのくんよ。そう、ろうそくに自分で刺すんですけど、うん、あのちょっと倒れたらピョーンって感じ一つ飛んでたりとかして、どこだどこだってなりますから、ちょっとあのいっぱい物があるところでやってしまったら大変かもしれません。そしてこ の, あのイラスト縦というかその額なんですけど、はい、この額のイラストはこの説明文のところの紙に入ってますから、これを切り取って横にスリットありますから、はいはい、そこからコンと入れてあげたら、うん、これで固定されます。これはあれやね、落ちてるとこのイラストやね。そうですね、だから頭が下が正解みたいなんですよね。ほうほうほう、なるほど、うん、あとはこのティーカップなんですけど、はい、あの取っ手のところが蝶なんですよね。ええー、ね、こういうの全部今回ティーセットとにかく随時出てくるんですけど、はい、すごく凝ってますよね。現実にあったらとても使いにくそうやけどまあこのこういうミニチュアやからいいね。そう、こういうのでついてくる分にはね可愛いですよね。いいな、これは。でこれのトランプは2枚ということで、はいはい、今のところ全部でトランプでは2とか1が多いね。そうですね。次は4番ですね、はい、笑えるほど甘いミルクティーということで、チェシャ猫がやっぱり印象に残ると思うんですけど、また全てに猫柄が。そう、あのこのティーセットはとにかく猫尽くしですね。ちゃんと肉球の裏書いてるね。そう、あとこのティーセット今回ミルクティーなので、はい、ミルクピッチャーがついてて、うん、であと甘いって言ってるから砂糖壺もついてるんですね。砂糖ついてますね。でこのミルクピッチャーの中にミルクちゃんと入ってて外せます。これでもあれやね、全部すべて猫がおるね。そうだって、あのソーサーのとこも猫の足跡ついてるやん、はい、ほんであの何砂糖入れるやつも耳ついてるやん、はい、でポットの方も猫の分があって、はい、であの何取っ手のとこ尻尾に見えるようになる角度によってはなってますね。でそのカップの方は猫足なんよこいつ。そうで、その砂糖を取るためのトングですね、はい、これも肉球なんですよ。はあ、またこの猫が腹立つ顔してるなで砂糖なんですけど、塊でなんかこう角砂糖がいっぱい入ってる感じになってるブロックと、はい、1個だけ取り出すようのがあるんですね。はあ、この1個行方不明になりやすいと思うので。確かにちょっとなくしやすいね。気をつけてあげてください。あとは招待状がこれポップアップカード状態になってるので、はい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 、これなんか折るときに気をつけてやってあげてください。めんどくさいなこれでもねこれねできたらなんかあそれっぽいそれっぽいってなるんですよね。綺麗にできるね。あとこれに限ってトランプが3枚ついてます。あお得。そうですね、猫カードがついてるから。そうそう、あのチェシャ猫のねやっぱりジョーカーなんですよね。すごいよく揃ってるねこれ柄とか、ね、このトランプ出んかね。これそのままねフルセット出てくれたらミニチュアでね、うん、6分の1でなるべく、あ6分の1そうですね、うん、12分の1になったら豆粒になりますからね。 そこはちょっと大きめでお願いしますということで、うん、次は5番ですね、はい、あなたの席はこちらですということで、ほう今度はもうあの大きいテーブルがついてきてるっていうので、うん、テーブル2つについてきてるんですけど、これはあれやね、やっぱり2つ分離するんやね上のそのカバー、はい、なんていうカバーというかテーブルクロスというか、テーブルクロスの方と、まあ、テーブルクロスも硬いんですよ、はいはい、で中にガラステーブル風のが入ってるっていう、うん、だから2ウェイで使えるというか。でもガラステーブルの方も全然使えるよな、これから涼しそうなけん夏。そう、これはこれでね綺麗に柄が入ってるんですね、はい、
だから使い勝手すごくいいと思います、うん、これはあれね、ランチョンマットあれ、はい、丸やけん、まあ切りやすいね。まだ切れる方ですね、うん。あとはマッドハッターの帽子ですね。あ、これあの黒い何よ、ゴムのとこも。あ、そう、このねリボンの部分って別体になってるから入れるんですけど、はい、かなりキチキチで入りましたんで。これは個体差があるんかね。あるかもしれない。ちょっとなんか温めてからやった方がいいね。その方がいいと思います、うん。で、本当はこのリボンのところにあの値札ですね、タグを挟むんですけど、うちのギリギリすぎて挟めなかったので、きついからやめたいな、なんか破れそうになるけん、うん、せっかくやから破れたらもったいないので、もうそれは諦めました。また後日温めてやるかどうかっていうところです ね。でテーブルクロスを重ねてなんかこんな感じ。そうですね。でこのティーセットもなんかすごい涼しげ なんかテーブルに合わせてできてるんですけど、はい、あれも中身がこの青いお茶も外すことができます、はいはい、青いからバタフライピーでいっているのかな、多分同じかな、うん、だと思います。続いて6番、こちらもテーブル付きですね、はい、急がないとあの方がお怒りだということで、あ、まあクイーンな感じになってきましたけど、ね、今回ティーセットでもなんかこうポットなんです ね。そうやね、ポットとティーコジーなんですね。はあ、珍しいね。あのドレスの形になってて、はいはいはい、愛がちゃんと被せられるようになっています。あとこの砂時計めっちゃかっこいいな。ねえ、あの砂時計ってなんかリーメントさん、うちね最近買ったやつ大体どれも付いてるんですけど、この紫の綺麗ですよね。このランチョマットもなんかバラの分とね、ええー、ね、はい、これでもあれやね、あのメニュー表よくできてるな。そう、メニュー表ね、これね開いたところと閉じたところね、どっちもすごくいいんですよ。あとトランプがアリスか。はい、今回は1枚ですね。でテーブルクロスを載せたのがこれなんやけど、はい、このテーブルクロスこの何パコッと載せるんやけど、はい、これね買った方ちょっとね匂ってほしいんよあのちょっと臭いんよあのプラスチックの軟質プラスチック独特の臭さというか、そうそう、独特のね、あのソフビのちょっと変な匂いというか、うん、ちょっとこれ強いよね。ちょっと強めですね。わってなりましたよね。そうそうそうまあこれね外に出しとったらなんか徐々になんか匂い飛ぶと思いますので、うん、大丈夫だと思います。続いて7番ですね、はい、このマカロンのフレーバーはということで、今回はそのトランプの形のマカロンと、はい、それを置くことができるお皿のスタンドですね。 あれスペードとかそういうことな形が、はい、上から見たらねちゃんとトランプの柄になってるんですね。横から見たらなんか四角いとか丸いがあるはんぺんみたいなのがあるはなるんですけど、はいはいはい、実はちゃんと上から見たら形になっています。あのフラミンゴの分は、あ、フラミンゴとハリネズミですよね、はい、これあの打ち出すやつやろポーンって。そうそう、あの打つときになんかハリネズミ打ったら痛いからフラミンゴ横向いたりとか、あとハリネズミがそこにおらないかのに歩いていってしもってからボールどこだってから探したりとかするやつですよね。バラもこれ結構凝ってるね。これねあの塗り差しなんですよ ね。 そうやね、白を赤に塗ってるんやけど塗りかけが一つ混ざってるってい う、 そ う、 そう、あのストーリーに準じた内容になってますよね。これストーリー知らん人は ミスプリやないかと思うかな。あーそっか、でもアリスの話って少なからず皆さん知ってますから、まあか、うん、あの塗ってるやつやって思うと思うんですよ。そうそうそう、あとこれについてるお茶はすごいなんか涼しげな色してるんですよ ね。グリーンティー風というか、うん、ケーキスタンドええねあれ。うん、そうなんですよ。これサラちゃんと外せますので。あ、ノー君あの白いやつ、はい、もう乗せるのでだからサラ単品として使うこともできますし、はいはい、いいね、すごくいいと思います。あとカップについてる方のソーサーもリーフの形してるから、はい、これはこれで単品で使うことも面白いやろうなと思いますね。結構ハルモニアも持たせたりとかちょっと楽しみやね。あー、そうですね、フラワーシリーズの子には合いそうですね、うん、で今回はトランプが2つと、そこの2つ折りしてるのはナプキンです。あ、そうなんや、紙ナプキンですね。一応なんかバラと鍵の柄が入ってますけど、はい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 、ペーパーナプキンも4種類あって結構いいね。そうですね、このペーパーナプキンも結構切り出すの手間かかりました ね。ずっとなんかこうぐにゃぐにゃと曲がってるので、そうそう、今回切るのがね結構大変やと思います。そして最後に8番ですね。あ、でかいの来たね、はい、盗み食いは厳禁ということで、はい、もうこれは何といってもこの椅子ですよね。この椅子もあれやね、あの正面から見たら左右対称になっとるわけじゃなくて、はい、ちゃんとあの何左右非対称で、そう、このハートがねやっぱりなんかこう、面白いね、こう歪んでる感じがいいんですよね。この椅子欲しい方、特にネンドロイドドールとかのユーザーで多いんじゃないかなと思っちゃうんですけど、ネンドロイドもやけどやっぱり12分の1、最近俺その美少女系のプラモデルでもこのサイズいけるんちゃうかな。あー、そうですね、うん、そう思ったら需要は高いのではと思うんですけど、結構フィグマとか全然ぴったりちゃうからこれ、うん、あとはそのイチゴのタルトですね。あー、このタルトもええんやけど、はい、その乗ってるその何あのお皿というかあれもすごいできえない。そうですね、このケーキスタンドというか、これねあの足と本体とか別々になっているのでさせてあげて使うんですけど、はいはいはい、このギザギザがあるからかあのタルトめっちゃ滑るんですよ。滑っていくね。だから
多分この台を置いてからタルト置いた方が平和やと思います。楽やね、何べんもね全てってかわー言うたんですよ。うん、あとはそのタルトを一つずつ取っていくサーバーですね、はいはい、それもついてきてくれているのと、ケーキ箱かのお菓子の箱やと思うんですけど、タルトがちょうど1個入るぐらいかね、うん、そんな感じで箱があります、うん、これは組み立て式ですので、はいはいはい、頑張ってって感じですね。あとはネームスタンドが2つついてます。これ何お菓子に使うん？これはね多分ねあのテーブルのところに置いてお名前書いてるやつですね、はいはいはい、お客さん用のですね、うん、あとトランプが2つということで、もうこれはもうクイーンとキングですね、はい、で箱のジオラマも組み立ててみました、はい、今回ねあの後ろのキノコのところが、うん、あのしっかり折って溝のところに入れたら結構簡単に引っかかってくれるので、これ全く接着してない状態です。あのセルテープとかで留めんでもできるし、これ後でバラせて、うん、あの畳んで置いとけるよ。そうですね、僕は最初からしっかりスリットもはめてくれてるからすごく作業は楽でした。なんやけど今回物数が多すぎて、うん、全部をここに飾るのが無理なんよ。無理、もう全然乗らないです。そうそう、だけど地面に並べな無理なんよこれ。そうだから全部テーブルの上乗せようとか思ったらいかんです。もうポロ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 落ちていくもんな。そうあのね特にねあのドリンクミーの札が瓶を投げ倒すんですよ、はい、もうそれでかキーってなりながらやってたんですけど、まあ、でもこれ全部並べるって言ったらちょっと無理やけど、はい、ちょっと何今までのそのプチサンプルシリーズでテーブルのなんかテーマが合いそうなやつあったら、はい、そこに並べておいたら綺麗なもんね、可愛いし。そうですね。でまあいつものヘアセットの方でちょっと置いてみたんですけど、はい、多分ねネオブライスで使えるって言ったら本とか、はい、宝箱とか あと瓶はある程度なんかこうサイズに増えるし、ね、あと砂時計とかですよね、はい、なんかケーキに関しては、うん、やっぱ顔でかいから、うん、その口に合わすのか体に合わすのか微妙なとこなよ。そうだからミディになったら手に持てばまだ許容範囲やと思うし、はい、ティーセットも多分ね手元に置く分には全然いけると思うんですね、まあ、小道具としては今回の全部使うことは可能かなと。いけると思います。本なんかネオでもミディでもどっちもいけるしね。そうやね、もうこれだけはねサイズが様々やからどうにでもなるんですよね。そう思ったらまあネオでもミディでも小物として買うのはありかな。そうですね。あとはもうなんかその部屋のなんか棚とかを持っている場合はそこに収めていくとか、あ、いけるね、そういう分には全然いけると思います。でメンバーが変わりまして、はい、よりサイズが合いそうな子たち並べてみました。今回ね椅子にフィグマ座らせてみたんですけど、あ、ドロッセルさんが、うん、ドロッセルお嬢様これ似合うやろなと思ったんですけど、やっぱこの初代のファイアボールのこの分ええ ねちょっと足投げ出した感じにはなるんですけど、うん、横幅的には全然問題なかったですね。ネンドロイドドールを座らせても全然いけました。いけるいける、うん、普通にネンドロイドの座りポーズでもいけるよ。あ、そうですね、座りポーズの子たちやったらなんかちょこんといい感じに座ると思います、うん、プチでもまあ別に OK かなと思うとるから、うん、だからオビツさん粘土ロケ の、うん、あの12分の1の持ってる方はこれすごく重宝しますし、まあ、小物とかもワンダーフロッグもいけるし、まあ、椅子はちょっとね、うんまあ、フォーチュンが並んどるぐらいは我慢かなと。あ、そうですね、もうそんな感じでいろいろいけますし、小物全般プチブライスは余裕でいけますし、ハルモニアとかあの手に持っとんとか今回のやつやろ。そうです ね、 あのねハルモニアはあの親指のところに操作を引っ掛けることができるので、はいはい、ティーセット持つことができるんですよ ね、 可能やね。そういう意味でもすごくいいと思います。あの口元に持ってっても何とかカップのサイズ合いそうやしね。そうですね、全然いけると思います、うん、じゃあ何言うかな、あの家具類はちょっとまあ制限されるとこあるけど、はい、そのドリンク系とかそのケーキ系は全然使えるかなっていう、うん、そうですね、ちょっと6分の1の子たちって言ったらきついけど、あ、うん、なんか9分の1以下の子たちやったら随時それなりに使い分けていけるんやろうなっては思います。ネンドロイドとかネンドロイドドールの人は結構どれ買ってもいけるね。あ、全部、全部いけるな、大活躍やと思います。まあ、そんな感じで一通り見てきたんですけど、はい、なかなかでもやっぱり何言う1個1000円やん、はい、990円、はい、なかなかね、うん、だから割引ちょっとしとる店も少ないやんこの手のやつって。あ、逆にお店次第、うん、何言う中古屋さんとか行ったら中身出してこの値段とかやんが、うん、あ、たまに中身出して人気のやつだけ高いとかギャーってなるんですけど、椅子の分とかね2割増しにしとるとかあるよ、うん、もうあれやられたらねもうどうしようもないところあるんですけど、そういう意味でもねあのこの大人買いっていう、はい、無駄がないっていうのは、いやでも大人買いって言われたって8000円一発でなくなるんで、そうやね、なかなかの金額やでこれ、うん、だからねうちらもねどうせやったら全部揃えたいけど、はい、どうするっていうのは毎回あるんですよね。いや毎回かえ思うんよ。で最近なんか近くのホビーショップが畳んでしまったので、あ、そうなんよ、そうなくなってもうて、だからちょっと試しに1個買おうができなくなってしまって、はい、もう本当にはしごのかけ外しみたいになってしまったから、うん、全部そこなくなってホビーショップなくなったんやけど、うん、あのガチャガチャコーナーになって、うん、あの大人が絶対に行くだろうってみたいなホイホイになっとんなだからもうねあの全部買うか諦めるかの二択になってしまってて、ちょっと辛いなっていうところはあるんですよね。この手の分の大人買いセットって、うん、あの3ヶ月ぐらい経ったら買えなくなるんよ。
物がないとか、そうそう、変にプレミアついたら嫌やから、うん、だからこれ欲しい人はまだその未開封の大人買いが残ってる間にっていうところはあるんですよね、まあ、なかなか進めるのはちょっと難しい、やっぱり8000円出したらっていう、8000円とか言うかだって何ワンダーフロッグ買えるし、ネンドレードドールも結構買えるやん、確かに最近ね、ネンドールやっぱり細かい作り込みのせいか、そうそうそう、ちょっとずつ値段は上がってきてるんですけど、それでもですよね、言うじゃないけど中古のプチプライス今8000円やったら結構買えるよ、2体買えるね、2体買えるな絶対に、ああまあね、でもやっぱりこの小道具たちって作れと言われたら結構きついものが多いですし、やっぱりこの透明のところとあと不透明のところが、はいはいはい、うまいことなんか両方使われてるようなものが多いので、うん、今回は特にやっぱりお茶の透明感だったりとか、うん、そういうのも含めてすごく楽しかったので、いい何かな、こうミニチュアをこうピンセットで並べて遊ぶっていうか、うん、眺めることも俺全然楽しいと思うし、そうね、置いてるとき転がってったらイラッとするけどそれはそれでおもろいんよ、うん、今日はね私何回かにゃーって叫んでたしょっちゅう飛んでいくのこれもうピョンって飛んでてかいね、うん、タルトがね30分ぐらい行方不明になった、探したね、うん、一切れだけ飛んでいってね、まあでもこれ8000円って高いか安いか、まあ人それぞれやけど、うん、うちはまあ好きやから買ってよかったかなと思ってるぐらいな、うん、大満足ですね、出来が思っとるよりよかった、うん、やっぱり昔に比べたら、うん、ブライスサイズっていうのがなくなってきてんのよ、昔リーメントって言ったら絶対6分の1っていう感じがあったんよ、確かに最近それがなくなってきて、うんうん、ちょっとずつやっぱりね小さいドールの方にシフトしてるなっていう感じがあって、あとはあれやね、コラボモデル系というか、うん、まあ、キャラクター系が増えてきて、ね、うん、プチサンプルっていうシリーズがだんだん減ってますね、減ってきてるから何らかのキャラクターがついてるの多いですね、そうそうそう、だけどそれが嫌じゃないんやけど、うん、やっぱりこういやキャラがついてない方が欲しいよっていうのが、うん、よりリアル系というか、そうそう、そのキャラものになってしまったらなんかちょっとやっぱり大人っぽさがなんか消えてしまうというか、うん、ファンシーになってしまうというか、そういうところもあるから、自分の好きなキャラが出てくれて、うわ、うん、全部これあれ入っとるや、あのキャラ入っとるわとか言って、うん、あ、こういうキャラ使い方しない、あ、これはもうぴったりやわ、この家電にこのキャラかとかあるんやけど、うん、まあそれじゃない時もあるから、そうやね、うん、だからもう誰にでも使えるって言うたら結局プチサンプルやなって思うことも多いから、そういう意味ではなこのシリーズずっと続いてほしいなと思うし、うん、これで気に入ったやつはできたら買っていきたいなと思うので、確かに、うん、だから今後もなんかどんな展開していくかっていうのは注目していこうと思います。そしたら今日はこの辺で、最後までお付き合いくださりありがとうございました。皆様のお役に立てればと思います。どうもありがとうございました。